来たー、ウッキウッキー、マリオワンダーローダイレクト。今度の舞台はフラワー王国。フラワー王国、キノコ王国からは少し離れたとか、ちっちゃいデジかわいい。フロリアン王子、キノコちゃんもいるやん、かわいい。フロリアン王子、なんかどっかで見たことある王子ですね。突如現れた大魔王クッパ。ここに来てもクッパ。不思議な力を持つと言われるワンダーフラワーに触れると。ワンダーフラワー、なんどうなの、クッパ、クッパさんどうなんですか。あれ、なんか融合しちゃったよ。うわなんとクッパがお城と合体。クッパがお城になっちゃった。やべえな、これはもうガンギマリオじゃなくてガンギマリクッパですよ。でかすぎんだろ、やばい。そりゃ逃げたくなるって。あーあーあーあああ、どうなの。ああ、そういうことか。これでゴールするごとに、各地に起こるフロリアンの人たちを助けていくと、マリオたちはクッパの悪巧みを阻止してフラワー王国を救うことができるのか。いや、いいな、なんかこのね、あーヨッシーだけじゃなくて、なんかいる、なんだっけ、名前忘れた。スーパーマリオブラザーズ出てるやつなの分かるんだけど、この映像ではスーパーマリオブラザーズワンダーについて新要素を中心にマリカツもいるのに、なんならマリカツもいいのやつ。それでは早速行ってみよう。さあ、ワールド、どんな世界でしょう。フラワーワールド、フラワー王国には6つのワールドと、その中心に位置するフラワー諸島の全部で7つのエリアがある。ほえー、土管型の岩山に囲まれたフラワー王国の冒険の始まり。めっちゃ飛ぶの爽快そうですね。寒い麓を越えれば遥か雲の上、高みを目指せ、モックモック鉱山。モックモック鉱山、金色の滝が流れる風光明媚な景色の中、数々の試練が待ち受ける。黄金滝、いや、ここ難しそう。いくつもの島々を巡り、海中や洞窟を探索。海とか洞窟、氷とかの方はもうマリオンだよね、王道ですね。砂漠ゾーンもやっぱ王道ですね。巨大なキノコが立ち並ぶ怪しい森、こういう怪しい系も毒沼とか系ですね。灼熱の世界など、うーん、王道でいいですね。でも、うん、王道感はやっぱいいですね。マリオといえばやっぱこういう感じの世界観ですね。各ワールドではマップを移動してコースを選択。さっき忘れていた得点でした。自由に歩くことができる。難しいコースは避けて、コースごとになんかひとまず先を目指すなど、いいですね、決められたルートではなく自分でコースを選んで進むことが、今までだったら1の1とかそういう感じですかね。一度遊んだコースならコースセレクトから一瞬でコースに移動可能。あ、いいですね、ワープできるの強すぎ。そして今作ではちゃんとコース中におしゃべりフラワーが登場。お、近づくとこれなんかしゃべるやつ、出発、出発。どうやってここに。夕日が綺麗だ。こんな感じで話しかけてきて冒険を盛り上げてくれる。クリボーって美味しいのかな。時にはヒントをくれたり、向こうになんかあるような。あ、いいね、それ教えてくれるのか。はいはいはい。僕のために、え、なんかあんの。何もなかった。キャラクター、プレイできるキャラクターはめっちゃ多いじゃん。だけじゃない、ルイージ、そう、そうさっきめっちゃ多いじゃん。デイジー、あー、デイジー、チビデイジー、かわいいな。キノピコ、いや、かわいい。どのキャラクターも性能は同じなので、ヨッシーも最初から自分でヨッシーとトッテンはダメージを受けないので、アクションゲームが得意じゃない人でも安心。ああ、要するに初心者向けキャラってことか。落ちるとミスになるので足場のない場所は要注意。まあそれはね、さすがにね。ヨッシーは踏ん張りジャンプ、食べ、かわいい、吐き出すといった独自のアクションが可能。ヨッシーもなんかマリオと同じでなんかちょっと声微妙に変わってんね。新しい敵キャラクターもちょっとだけ紹介。プレイヤーのマリオはね、そう、ジャンプ、ホッピン、チャーリーさん、プププッと口から種を飛ばすスイカパックン、チャールズさん、チャールズさん、チャールズさんやめちゃったから、メリコンドルね、変わっちゃったわけですけど、プルプルゼリーを押しつぶしてヨッシーもゴッツ小坂さんか、変わっちゃったのかな。背後を取ったら一気に引っ張れ、巻き巻き、
大きな口で何でも食べる。アングリー。他にも個性的な敵キャラクターが続々登場。もちろんクリボー、クリボー、ノコノコ、ナカナカ、テレサ、ジュゲムといったおなじみの敵キャラクターも。忘れしちゃうから言い忘れとかいっぱいあるのは許してくれ。新たなパワーアップを。ゾウマリオに大きな体と長い鼻が特徴の。泡マリオみたいに出ましたね。これどうなんだろう。でっかすぎるけど。めっちゃ強そう。ブロックを壊したり。あ、強いね。こんなこともできる。なんかでかクリボーみ、でかクリボーみたいな。この破壊力。広い穴も。のとは違うけど、でもなんか破壊できるこの感じそうだよね。水を吸って。もういたら何かが起こる。うわあ、なるほどな。このギミックは新しいな。キノピオだって。かわいい、似合ってるやん。ピーチだって。ゾウ、ゾウピーチ。ゾウデイジーどうなっちゃうの？泡変身か。泡変身。泡吐けるんだ。離れた敵を泡で包んで倒すことができる。うわー強。ちょっとだけ。昔のね、マリオだったら自分が泡に入ってとかっていうねやつはあったんですけど、逆に敵を泡に入れるようになるんですね。さらに、あ、今の泡を足場にするのも可能。ドレス。ああ、そうなるんだね。ジャンプじゃ届かない場所だってかなたあり。いや、テクニックこれいいな。頭についたドリルが回転。これは RTA ではかどるぞ。ドリル、ドリルマリオ、ドリル、ドリルせんのかい。ドリルすんのかい。硬そうな敵も倒せるし。下向きにだ。ドリルすんのかい。で、いいえそう。地面に潜って移動することもできる。あ、強、それ強いな。ない時は。あ、じゃあゾウマリオじゃなきゃいけないよ。っていうところでもいける可能性あるのか。天井にだって潜れちゃう。ああ、それ強すぎ。ああ、それ強すぎ。RTA はかとるぞ、これ皆さん。RTA での方々、はかとるぞ。もちろん、おなじみのファイヤー変身も健在。いいね、ファイヤーデイジー。ちなみにアイテムはストックできる。おお、ここはまあ今まで通りですね。ピンチの時に使ったり。これ A ボタンなんだ。状況に合わせて入れ替える。なんてことは。わフラワー王国に咲く花ワンダーフラワーは、ワンダーフラワー、その土地の力を蓄えて育ち、青いフラワーだけじゃないんだね。その力を解き放つと言われる。へえ、そうクッパはその力を狙っていたのだ。おお、コース中のどこかに咲いているワンダーフラワーに、クッパ城になっちゃってるわけですけど、不思議な変化が起こる。うわー、ワンダーラ、これだよ、ガンギマリオ、出たよ出たよ。土管が動き出したり、敵の大軍が出現したり、これ逆にピンチじゃない。地形が傾いたり、やばいやばいやばい、スカイダイビングが始まったり、ハルキア現象起きてます。泡でいっぱいになった空間が。めっちゃ泡出てるやん。変化したり、そうなんだ。宇宙遊泳まで。なんか 3D だね。どんなワンダーが起こるかは、そういう時だけ 3D ですね。全く異なる。3D ワールドとかのね、技術活かしてるって感じですね。そういうこともあるの。ボールになったり。ああ、これはで最初のね、ファーストトレーダー出たやつですね。風船みたいに膨らんだりと。これの影のやつとかもやっぱ。変身しちゃうワンダーも。このワンダーのうちの一つなのかな。ワンダフル。コースは元通りに。ワンダフォースとかやっぱあれですね。ちなみにマップ上でまだ開いていないコースはワンダーシードを使ってオープン。またワンダーシードはコースをクリアした時もポプリンからお礼に一つもらえる。やっほー。でもやっぱ違う気がするな。冒険を進めるとバッジをセットして冒険に役立ついろんな効果がつけられるようになる。おクロリアン王子、何が起きるんだろう。バッジはたくさん種類があって能力も様々。あ、王子がこうやって助けてくれるのかな。空中で開いてゆっくり落ちる帽子パラシュート。直接つけるって感じではなさそうね。壁ジャンプの時に一度だけ真上にジャンプ、壁登りジャンプ、
水中でちょっとの間速く泳げる。おいいね、ドルフィンキック。こう、そう、水中こうやって速く泳げるのありがたいな。水中系結構苦手だよ。大ジャンプ。だからな、しゃがみ大ジャンプ。めっちゃありがたいな。空中で鶴を発射して壁に張り付く鶴ショット。触腕だ。穴や溶岩に落ちてもジャンプで戻ってこれる。あ、それいいね、優しい。大事なものが近づくと反応。優しい。これめっちゃ初心者さんとかでも遊びやすいじゃん。引き寄せるコイン吸い込み。それいいね。敵にも自分の姿が見えなくなる。透明。あ、いいね。ノンストップでラッシュし続けるジェットラン。ちょっとだけ空中も走れる。あ、いいね。などなど便利なアクションから楽しいな。これ絶対楽しいでしょう。一度につけられるバッジは。どんだけアクションいっぱいなら楽しいでしょう。コース開始前に選択できるので、どのアクションが一番早く行けっかなとか、なんか試せそうですね。バッジはバッジチャレンジという、これやばいな。クリアすることでゲットできる。じゃあアクションゲームにして、なんか謎解き要素とかもありそう。ちなみに支払いはコースで集めたフラワーコイン。ここちょっとオデッセイの要素入ってますね。いいね、なんか今までのゲームの要素入ってるのいいね。おすわけプレイ。ジョイコンをおすわけすれば、出た、おすわけ。最大4人同時プレイが可能ですね。キャラクターを自由に組み合わせて、マルチできるといいな。オンラインで楽しめる。どうなんだろう。おすわけプレイ中はミスしても魂となって少しの間さまようことができる。カウントがゼロになる前に他のプレイヤーが助けてあげれば、そうか、その場で復活。泡が今作パワーアップアイテムだから、泡に中に入れないか。他のプレイヤーが操作するヨッシーの背中にジャンプすると、そういうことか。ヨッシー乗るのってそういうことか。ヨッシー、ヨッシー、そうだ、新しいな。大丈夫ヨッシー。あ、オンラインできる？オンラインに接続すればワールドマップやコースにこんな風に薄いプレイヤーが出現。これは世界のどこかで今あなたと同時に冒険している人のライブゴースト。おすわけプレイ同様、ミスした時は魂になりライブゴーストに。そういうのもできるんだ。へー、フレンドととかそういうのだけじゃないんだ。挨拶したり、アイテムを新しいな。オンラインプレイそういうゲームでこれは新しいな。いいな、めちゃくちゃ感動する。いや、時代の進みを感じるわ。またコース中の好きな場所にパネルを置くことができる。え、何何何何何何魂からの復活に使えるので、ミスしやすいところに置いてあげれば。ああ、そういうこと。パネルはめっちゃ優しいな。ここ見すぎそうだなって時に置けばいいのか。何が出るかは買ってからのお楽しみ。何回も使えるって感じなさそうな雰囲気だな。ライブゴーストやパネルに触れるとユーザー名と一緒にハートポイントが表示される。これなんだろう。確かに他のプレイヤーをたくさん助けた証。へー、魂を復活させたり。ああ、そういうことか。それでハート数が増えるってわけか。一緒にゴールポールに捕まったりといった。あ、それでもいいんだ。いろんな行動で溜まっていく。あ、いわゆる経験値みたいなもんですね。さらにオンラインプレイでは部屋を作ってフレンド同士で集まることもできる。おー、もちもち。やっぱフレンドとも遊べるのいいですね。お互いの遊んでいるコースがいつも分かり、一緒にコースに入って冒険したり、なんか4人以上で遊びそうな雰囲気あったけど。レースをすることも。あ、いいねいいね。対戦もできる、いいですね。あ、4人か。まあさすがに4人か。ゴール目指して駆け抜ける。でもなんかマップ上に何人もいたからな。ゴールポールにたどり着けばレース終了。少し4人だよってだけで、どうなんだろう。他にもワンダーシードの獲得やボスの撃破がゴール条件になることも。いや、これは遊び尽くせるな。世界中の人と緩く繋がって、やばいな。フレンド同士で集まって、マジで超大作になりそう。オンラインプレイで、いいな。もっと広がる。いや、めっちゃね、長く 2D マリオ待ってた回あったんじゃないでしょうか。本当にすごいよ、これはマジで超大作になりそう。いや、これはもう買うしかないでしょう、皆さん。いやー、これは楽しいな、絶対。なんだろう、おお、すごいな、いろいろとすごいな。おお、ちゃんとジグムの雲に乗れる。ワンダーな世界へ。
いや、ワンダー、ワンダーすぎる。スーパーマリオブラザーズワンダーは10月20日発売。あと1ヶ月ちょいですね。何？マリオの赤をモチーフにしたニンテンドースイッチが新たに登場。おお、こんなところにマリオ。それいいな、デザインいいね。いや、粋だね、そういう裏部分まで。マリオレッドは10月6日発売。粋だね、いいね。やばすぎ。いや、感動ですね、そういうところまで。